午後です。3連休の初日の11月3日、京都に来ました。ゴジラマイナスワン見に来たんやな。でかいですね。怖かったですね。映画見た後、一駅分歩いて、ボトムズ酒屋に来ました。むせる。イラストが展示されてました。プラモデルかな？ガレージキットかもしれんぞ。スコープドッグ。アニメのシーン。ウドのコーヒーは苦い。和菓子のスコープドッグセット、注文しました。ドリンク付きで1000円ジャスト。めっちゃよくできてる。かわいい。ちょっと買い物した後、近くにあったボークスに行きました。プロペラでかい。ボティックメイドのカイゼリン。午後、京都タワーにゴジラが。俺が行く。信号機の音が入ってるのが間抜けじゃの。というわけでパンフレット買ってきました。70周年のロゴ。そしてネックストラップ買ってきました。今後使うことありそうなので買いました。出してみてくれ。ゴジラの背びれだ。表はこんな感じ。ここはクリップになってますね。なかなか高級感あるな。そしてボトムズ酒屋のお土産、和菓子セット注文したらポストカードとポースター1枚もらいました。一緒に行った友達がくれたのでポースター2枚ゲットです。全4種だったな。クランチチョコも買ってきました。箱絵かっこええな。それぞれコレクションカードが1枚入ってます。まずは抹茶味の方から。箱開けるの苦手なんよね。こういうのが2個入ってます。カードはあ、メローリンクだ。ボトムズガイデンの OVA。 主人公の顔ちゃんと描かれてる。小さすぎる。次はミルク味の方。うわ、開けるのミスった。破ってしまいそう。そこの方から開けよう。開いた。カードの方はバトルシーンやな。アナログイラストいいな。というわけで京都オタク満遊記でした。晩御飯のラーメンもうまかったな。ではでは。